神戸ビル駅を降りて、歩いて第3ターミナルに来ました。これから、韓国へ、4泊5日の旅行に行っていきたいと思います。札幌新千歳空港までご出発の丸山様、マリア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 リンダーハットタヌキムダもうちょっとモーニングメニュー終わりましたので申し訳ございません。それでは皆さん行きましょう。SIM カードを買いたいと思うのでここでいいかな、行きたいと思います。2日間で27,500ウォンです。ここにしました。 LCU っていうかですね、入り口を出る前の両替所で少しだけ両替をしました。それで、すぐ向かいの、こちらの LGU っていうところで、SIM フリーを買いました。両替は、SIM フリーを買う、お金と、それから、ミョンドンに行く交通費、それからお昼食べてないのでお昼代の分を両替しました。ピンクコーヒー、韓国一食目は、空港の中で食べたいと思います。ちょっと探索をしたいと思います。これなんだろう、アンタン、美味しそう。なんておしゃれなアンパン屋さん。CJ フードワールド、フードコートみたいな感じですかね。美味しそうだと思います。ラーメンとかチャーハンとかオムライス、そばも、そばもあります。タッチパネル式みたいですね。日本語、あれ、あ、注文する、すごい便利です。1万ウォンでだいたい1000円ぐらいです。お店ごとに分かれてて、コースと違うお店のが選べます。次はちゃんぽん、ちゃんぽん気になるな。エビチャーハンもある。これはタイ料理だ、バンコク。オムライスですね。ゴールデンオムライス。絶対間違いないやつ、スターバックスもあります。
迷うな。さっきのフードコートも良かったんですけど、結構あのがっつりめの料理が多かったんで、もうちょっと軽めの料理にしたいと思います。一番初め来たこのスインプコーヒー、ここで食事したいと思います。はい、来ました。ベーグルセットです。コーヒーとベーグル、これで6500ウォン、だいたい650円ぐらいです。ベーグルの中身はクリームチーズと玉ねぎです。あ、うまい。外はカリカリで、中はチーズが溶けてて美味しいです。あ、思ったよりも美味しい。ベーグルあったかいですね。すごく美味しい。見た目シンプルですけど、すごい美味しいです。椅子の後ろの丸いやつ、何かと思ったら、これベーグルですかね。そんな感じがします。スインクコーヒー、美味しかったです。そしたらホテルがあるのがミョンドンなので、ミョンドンにこれから向かいたいと思います。ホテルがあるミョンドンまでは、空港鉄道で行きたいと思います。